ジャコモデラ・ポルタは、イタリアの建築家で彫刻家。サンピエトロ大聖堂など主にローマで、多数の建築物の建設に関わった。ロンバルニア州ポルレッツァで生まれ、ローマで死去。ローマのジェズ教会のファサードデッラ・ポルタは、ミケランジェロや師匠だったジャコモ・バロッチ・ダ・ビニオーラの影響を受け、彼らの下で仕事をした。1563年以降、ミケランジェロの設計案に基づき、 カンピドリオの丘の広場再建を行い、セナトリオ宮のファサードと階段、コルドナータと呼ばれるカンピドリオの広場に登っていく階段を完成させた。1573年にビニョーラが亡くなるとイエズス会の母教会であるジェズ教会の建設を引き継ぎ、1584年にはファサードを新たな設計に変更した。1573年以降、 ドメニコ・フォンターナと共に建設中だったサンピエトロ大聖堂の建設責任者となり、ミケランジェロのドームを1588年から1590年の間に完成させた。デンラ・ポルタは16世紀からあるいくつかのローマの噴水も建設している。例えば、ポポロ広場の噴水、ナボーナ広場の北にあるネプチューンの噴水と南にあるムーア人の噴水などである。 ありがとうございます。